皆さんどうも高木義成です。今日は皆さんからいくつか質問をいただいていますので、それにお答えしたいと思います。高木義成の一問一答。今日の質問はこちら。ユニフォームの半袖と長袖どっちがいいの？これよく聞かれます。僕はずっと半袖です。新人の時は長袖、もう渡されたものを着てたんですけれども、デビュー2年目からは自分の意思で半袖にしていただいてました。特段意味はなく、僕が好きだったっていうのが一番の理由です。2番目は少しでも軽くなるんじゃないかっていう、本当にそのぐらいの理由です。で、逆に長袖が好きな選手に話を聞くと、やっぱし夏場に雨だったりとか、汗だったりとかでアンダーハンドで取るときにここは滑るのが嫌な選手は長袖を、特に選んでました。楢崎さんもそうだったと思います。半袖は着ない主義でずっとやってましたね。でグランパスの時に一度だけすごい大きいサイズの半袖を作ってもらって、それはワールドカップのアジア予選でどこかの国の選手がダボダボの着てて、なんかかっこいいなと思って名古屋グランパスのエキップの方に無理言ってメーカーさんと協力していただいて、楢崎さんの 1.5 倍の生地で作りました。実際動きやすかったかっていうと、特に大して試合も出てないんで分かんないんですけれども、すごく着心地は自分的にも良かったですし、やっぱ半袖なんだなっていう気持ちはあります。あとは冬場はやっぱ長袖あったかそうでしたね。でも僕はやっぱ気合入ってるんで半袖でしっかりやってました。で一度雪の中試合やったことがあったんですけど、それでも半袖で強がってやってましたが、実際は寒かったです。ただそれだけなんですけど、あと僕はプロとして、芝生の上で半袖でやれたので半袖を着てますって言いますけれども、土の上でやる小学生、中学生、高校生、大学生もいるのかな、は半袖は推奨しません。なぜなら土の上硬いところでやるとまず擦り切れます。そして打撲によるここら辺に血がたまる。それはもう僕が経験してきたので、未だにたまに血がたまります。でこれ理由はわからないです。もう昔から積み重ねてきた、一つの僕はもう古傷、障害とは言いませんけど、本当にコンスタントにこう溜まっちゃう時とかあるので、こういう子を減らしたいです。なので土のグラウンドでやる子は必ず長袖を着て、半袖でやるにしても直接プロテクターをつけてやってください。でよくプロテクターつけると動きが鈍くなるんです、怪我するよりマシでしょ。でコーチたちの理解がないと、そんなのやってんだ、気合い入れてやれと。気合いじゃキーパーはできないです。なのでしっかりとプロテクターをつけてやってください。今回の質問のユニフォームの半袖長袖どっちがいいの？僕が使うなら半袖です。ただ長袖を使う人には長袖を使う理由があります。滑らないとかいろいろあるんですが、しっかりと自分の練習環境に合わせて半袖長袖を選んでみてはいかがでしょうか。一番は怪我をしないのが一番です。今日の回答は参考になりましたでしょうか。こんな感じでどんどん質問に答えていきたいと思っています。質問のある方は YouTube のコメント欄へぜひ、質問を投げちゃってください。しっかり答えます。技術的なことをもっと知りたい方は概要欄のメルマガの方の登録もぜひよろしくお願いします。